皆様こんにちは。神の神チャンネルへようこそ。湘南 AJ クリニック新宿本院院長のドクター笠井と受付カウンセラーです。前回の動画でもお伝えしていると思いますが、8月10日の20時から生配信を行います。はい、ライブですね。はい、はい、今回のテーマは予定としては植毛についてですね、ちょっとお話したいかな。お薬だけでは満足してない人で、植毛した方がいいよっていう人でも、やはり植毛ってちょっとね、敷居が高いと思うんで、そんなことないんだよっていうことをですね、ですからぜひ植毛ちょっと興味あるなっていう方は来てくださいね。はい、皆さんもぜひご視聴お願いいたします。では全然本日の内容でございますが、はい、ジェットネスで増えた髪の毛はフィナステイドのみで維持できますか、というご質問をいただきました。こちらについて解説をお願いいたします。はい、了解です。ですね、このような質問結構受けるんですけども、そうですね、まず答えは、私はですね、ある程度やっぱり維持はできるんじゃないかと考えています。で、ただですね、 AGA の治療って本当に個人差が強いんですね。で、それはAGA の強さ、まあ、大体遺伝ですよね。で、いつ発症したか、年齢、早ければ早く発症したほどやはり AGA の進行って早いんですね。で、それから程度、どこまで進行してしまったか。ですから早く治療されてる人っていうのは、その少ない量でフィナステリドだけでもこうキープできたりするんですね。ですからまとめますとですね、当然ジェットメスをして良くなってきた、どの程度良くなってきたかっていうのが、まあ一つは重要でして、まあ大体密度をデジタルマイクロスコープで調べると、細くなってる毛、弱毛化っていうのがですね、1割以下になってくる、できる、せめて2割以下ですから、太い毛が8割以上ある場合はフィナステリドでも、キープできていく可能性が高いんです。でも絶対でもないんです。なので何が重要かというと、やはりきちんと経過観察をしていくことが重要なんですね。例えば、まあ、大体半年から1年ぐらいおきには必要なんです。で、客観的にやらないとですね、ご自身でやってもなかなか気づかないことがあるので、まあ、すごく大変で申し訳ないんですけども、半年1年、写真を撮って、あ、本当に大丈夫だ、でずっと大丈夫だったのに、やはりある程度して2年3年すると進行してくる人もいるんですね。なのでその場合にはまた薬の量を増やす、フィナステリドでというふうにこの質問ありますけど、まあ、おそらくフィナステリド 1mg でという意味だと思うんですけども、 1mg ではキープできなくて 2mg にしたり 3mg にしないとキープできない人もいますし、ミノキシジルを飲まないとキープできない人もいるんですね。なのでこの質問に対しての答えは基本的にはイエスなんですけども、人によって本当違うので、ぜひご自身はどうなのか、ね、人のことをあれでも仕方ないですよね。ご本人にとってどうか、半年ごとにちゃんと経過観察してもらって、それでどうするか。ただそのフィナステリドを飲んでても、飲んでるのに急激にどんどん悪くなってくるという人は非常に少ない、ゼロではないんですけど少ないので、まずはフィナステリドですね、ちゃんと飲んで経過観察してくださいね。こんなでいいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。やはりその個人差によるところが大きいので、はい、まあ、医師の結果的な診察が必要ということが分かりました。はい、この神の神チャンネルでは AGA についての解説や皆様からのご質問にお答えしています。はい、分からないことがございましたらぜひコメントお願いいたします。お願いします。この動画が良かった、ためになると思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。